演舞開演。どうも、本日はこちら JA 佐賀のビーフドライカレーを食べたいと思います。ビーフのことは牛肉の旨みが詰まってるのでしょうか。でもこのままだとさすがに食べられませんよね。なので温めてきます。少々温まりました。では早速いただきます。いろいろ入っていて、しかも感じられますね。お肉と野菜の旨みが米に染み込んでいて、そこにほんのりカレーの刺激もあって、この刺激の食欲をそそってくれる辛さでとっても美味しかったです。サラのカレーとは違う美味しさがありますね。ドライカレー、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。